それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日の給食はちゃんぽんラーメンとミニトマトと春巻きと蜂蜜レモンゼリーだったんですけど、5歳児の竹組さんのお友達の中でこうミニトマトの嫌いなお友達がいるんですね。女の子1人と男の子1人がものすごくミニトマトが嫌いで、毎回出るたびに一口は食べるんですけど、その後もういらないって言って、先生デザート食べていいっていうことが多かったんですけど、今日はデザートが蜂蜜レモンゼリーだったので、お休みさんが3人いたので3つ余ったんですね。なので全部食べたらじゃんけんしておかわりもらっていいよってお話ししたら、ミニトマト全部完食することができたんですね。で、まあ、じゃんけんしにおいでって言った時に、やっぱ10人ぐらいみんな完食したので前に集まったんですけど、周りのお友達がなんかミニトマトせっかく食べたから、今日はその2人のお友達にあげるって1人の女の子が言ってくれて、でも周りのお友達はやっぱ食べたいからじゃんけんって言って、まあ、せっかくだからじゃあじゃんけんで決めようねってお話しして、じゃんけんでじゃんけんしたんです。そしたらなんと2人どっちも勝ったんです。ですけど、周りのお友達もよかったねって言ってくれたり、もう一番は2人のお友達がすごく喜んでいたので私も嬉しかったです。で、あとあの朝の時に3分間マラソンとか元気タイムを行う時に、バラ組さんの女の子がいつも私のところに来て、先生靴下何、今日の靴下の柄何っていつも言ってくれるんですね。で、毎回今日はキティちゃんだよとか、今日はアンパンマンだよってお話するんですけど、今日は靴下がじゃがりこのチーズ味だったんですね。で、今日はチーズ味なんだって、美味しそうでしょって言ったら、その女の子はなんでチーズなのって、サラダ味が好きなんだけどって言ってたんですけど、毎回そのお友達が来てたくさんお話ししてくれるので、いつも楽しみにしています。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日2歳児クラスでは、身体測定を行っていきました。つぼみさんは特に身長を測ることも嫌がることはなく、興味を持って、行ってくれました。その中で、あるお友達が、先生が大きくなったねとお話ししていたのを聞いて、自分も大きくなったねって言われたかったかなと思うんですけど、そこで自分が測る時になって、ちょっぴりこう背伸びをしているっていうのがいて、ちょっと自分の身長を持ってこう、その姿も可愛いなって思いました。その身長体のを測っていく時に、みんな結構大きくなっていたので、その大きくなった姿を見ることができてとても嬉しくなりました。またあともう1点あるんですけれど、2歳児クラスでアユベ体操も毎日やっているんですけれど、とってもつぼみさん大きな声で行っていますし、隣から聞こえてくる豚バグミさんのお声もとっても元気で、とても嬉しく思っています。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。まず今日は朝から新しいエプロンを着て幼稚園に来たんですけど、なんかそういう嬉しい気持ちで2歳児さんの家に入ったら、ある女の子が先生のお手伝いをして、あの椅子を運ぶのを手伝ってたんですね。もう朝からそうやってお手伝いをしている、なんか普段から面倒見も良くてすごいいい子なので、そういうお手伝いしている姿が見られてとても嬉しかったです。また今日作品展に向けての制作もだんだんこう増えてきて、今日はみんなで共同画で使用する手形を取っていったんですけど、なんかこう一人ずつやるので他の友達は遊んで待ってるんですけど、そのテーブルにもうみんなが集まって他の友達がやってるのを結構じーっと見てるんですね。早くやりたいなって言いながら見てるんですけど、そのある女の子がそのお友達が手形を取った時に、誰々ちゃんの手形上手だねって言っている姿とかもあって、なんか本当にお友達の思いやりとかも育っている姿が見られてとても嬉しい一日になりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日元気タイムでハンカチを使って行う
やつがあるんですけど、そのハンカチを持っていない子がいて、その子に私の猫が書いてあるあのハンカチを渡してあげたんですね。そしたらその子が、あ、この猫可愛くないって言ってきたんですよ。え、いやいや可愛い可愛いって言い返したんですけど、いや可愛くないって言ってて、そのことをずっと今日一日可愛い可愛くないっていうのを笑いながら言い合いっこしてて、すごい些細なことなんですけど、そのやり取りがすごく嬉しく感じました。あと今日あの別に新しいプロンちゃんはないんですけど、すごい食いついてきた子がいて、そのお魚さんが書いてあるんですけど、あのポケットの部分の生地が二重になっていて、本当にお魚さんが水の中にいるような風になってるんですよ。でそのある子がポケットの中に手を入れて、あれなんでお魚さん取れないの、なんでなんでっていう風にずっとそのお魚さんを取ろうとしている姿が見れて、すごくその姿に癒されました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。